大阪です。大阪駅到着ホーム3番線出口は右側です。どの人も車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。また本日、先行列車遅れに伴いまして、各駅の到着が遅れましたことをお詫びを申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。また、京阪神地区、奥の列車におきまして、ダイヤ乱れ発生を現在もしておりますので、乗り換え列車につきましては、番線のみのご案内とさせていただきます。あらかじめご了承ください。大阪から先、塚本、伊丹、宝塚方面、また塚本、立花、甲子園口方面への普通列車、ご利用のお客様は、ホームが変わりまして、6番乗り場、芦屋、三宮、神戸方面、快速、5番乗り場、新快速ご利用のお客様、着きましたホーム、面会、失礼いたしました。着きましたホーム、3番、4番乗り場から発車いたします。大阪環状線、内回り、西九条、弁天町方面、1番乗り場。外回り、京橋、鶴橋方面、2番乗り場から発車いたします。阪急線、阪神線、地下鉄線、ご利用のお客様、それぞれお乗り換えです。遅れ拡大いたしまして、25分から30分ほど遅れまして、大阪駅到着をいたします。お急ぎのところ、またご予定がある中、到着遅れましたことを改めましてお詫びを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。どなた様もこの先お気をつけてお出かけ、お帰りくださいませ。本日は高山からの特急ひだ36号をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。Thank you.